の物調べ教室ミン。それではレッツ物調べ。今回は水に浮く野菜と沈む野菜を調べてみました。クイズ形式になっているので、浮くと思ったら丸、沈むと思ったら×と答えてね。ぜひお子様と一緒にチャレンジしてみてね。最後に見分け方のポイントも解説しますよ。1、ピーマン。答えは丸。2、人参。答えは×。3、レタス。答えは丸。4、キャベツ。答えは丸。5、じゃがいも。答えは×。6、さつまいも。答えは×。7、きゅうり。答えは丸。8、ごぼう。答えは×。9、かぼちゃ。答えは丸。10、れんこん。答えは×。さて、皆さんは何問正解しましたか？水に浮く野菜は主に地上で育つ野菜に多く、水に沈む野菜は地中で育つ野菜に多いのが見分けるコツです。中には当てはまらないものも一部ありますが、おおむねこの傾向です。というわけで、今回は水に浮く野菜と浮かない野菜を調べてみました。楽しんでいただけましたか？こんなのテーマにしてほしいとかある人はコメント欄にぜひぜひどうぞ。楽しかったという人はぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。ではまた次回お会いしましょう。またねー。